たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスと恐竜の歌。まあ、かわいい。トリケラトプスの子はマサオにすっかり懐いて、今ではボンフリー号の人気者らしいよ。でしょうね。あんなかわいいのなら私もペットに欲しいですわ。なんだ、マサオと同じことを言っているな。あら、マサオ君もペットに従ってるんですか？そうなんだ。まるで新しい弟ができたように喜んで、もう夢中らしい。そうですよね。それで母親のトリケラトプスがどこかにいることは間違いないんでしょ？うん。足跡を確認しているので、いることは確実だ。今現地はすごい嵐だが、それが収まったら本格的な捜査を始める。名前じゃないか。でしょ。ツノツノ、箱をかじらないで草を食べなさい。早く食べな。そうそう、いい子だぞ。こりゃ驚いた。すっかり飼い慣らしたじゃないか。大したもんだな。早くママに会わせてあげたいね。でも、わかるかな、ママだってことが。心配しなくてもわかるわよ。そうだよね。ツノツノがわからなくてもママの方でわかるよね。そうよ。しかし、この嵐でせっかく見つけた足跡が消えてしまったな。また一苦労でサウルス。弱音を吐いちゃいけないサウルス。そうでサウルス。まいったフレイ、奴らから目を離すんじゃないぞ。分かってますよ。ボンフリーの奴らがとどまっているということは、メスのトリケラトプスがいる証拠だ。奴らはこの嵐が収まったら動き出すでしょう。奴らに発見させて、トリケラトプスはまんまとこっちでいただくんだ。そう、うまくいきますかね。わしに考えがある。任せておき。考え？いつまで起きてるんだ。早く寝なよ。つのつの、お母さんに会いたいんだろう。でもお前はお母さんって幸せだぞ。僕なんかお父さんもお母さんも死んじゃっていないんだから。ねえジョージさん。なんだい。あの、ツノツノのママを捕獲したら、ツノツノも一緒に保護区へ連れてくの？ああ、そうだよ。ねえ、しばらくツノツノをボンフリへ置いとくわけにはいかないの？しばらく？
僕、ツノツノと別れるの嫌なんだ。お願い、少しの間だけでいいんだ。ねえ。しかし、俺の一存では決められないんだ。マサキ博士にも相談してみないとな。なるべく置いとけるように言ってよ。いや、ツノツノの母親を捕獲したら、博士に相談してみよう。うん。眠ったぞ。さあ、マサオ君も寝なさい。うん。さあ、もうさて我々も寝るとしか。シガルとビーグルは南の方へ向かいましたぜ。今だ、ボンフリー号のところへ行け。ジャングルかもしれないな。はテラノドン。テラノドン。寝る子は育つって言うじゃないか。そうか、元気な証拠だよね。さあ、たま。しかしなあ、マサオ、恐竜の母親っていうのは卵を産むだけで育てることをしないのかね。うん、僕もそのこと考えたんだけど、でもこんな子供を放りっぱなしにするわけないと思うよ。そうだよな。きっと会いに来たくても、ボンフリー号が巣の近くにいるんで、それで用心して近づかないんじゃないかな。なるほど、そういうことも考えられるな。あ、なんだろう。あ、バットだ。動くな。ドクター撃つぞ。心配するな。素直にトリケラトプスの子を渡せば撃ったりはせん。さあ、そうだったのか。早く渡せ。よし、分かった。連れてくる。母さん、渡したりしゃしない。下手なことをすると小僧の命はないぞ。ああ恐竜だ。ついてるぞ、ブレン、撃て。殺しちゃダメだ。しまった。早く中へ。ジョージさん、トリケラトプスが現れたんだ。何？早く帰ってきて、バトラーたちが殺そうとしてんだ。よし、すぐ帰る。バイタネ、わしが撃つ。Yeah.
よし、ボンフリー号で追跡だ。奴らに取られてたまるか。無礼スタートだ。イエスサもうすぐ砂漠へ出るぞ。ゴさん、俺はタワーにいるから後を頼む。よし、分かった。は風下に向かって逃げていくはずだ。いや、でも今は風上へ逃げてるじゃないか。それは我々を拡大しているだけなんだ。必ず風下へと逃げるからこっちへ戻ってくるぞ。なるほど、了解。お、また邪魔な奴らが消えました。ボンフリーの奴らに構わず追いまくれ。まず追いまくって疲れさせるんだ。了解。意味はみんなが悲しい瞳、今の地球は隅にそうだ。今日もどこかで助けを求め発射して角へ絡めるんだ。
回ってきたぞ。今だ、撃て。よっしゃ。マサオ、親子の対面をさせてやれよ。そうだね、僕連れてくる。テラノドンだ。あいつ、トリケラトプスを狙ってるんだ。奴のくちばしが頭へ突き刺さったらひとたまりもないぞ。よくやったぞ。マサオの気持ちはよくわかる。弟のように可愛がっていたトリケラトプスのことを別れるのはとても辛いことだろう。しかしせっかく生まれた子供だ。母親と一緒に保護区で育てるのが子供にとってもいいことなんだよ。いよいよ別れだね。つもつも。
母さんと、いつまでも幸せにね。気持ちよくわかるわ。うん。しかし、マサオも悲しみを一つ一つ乗り越えて強い男の子になっていくな。その通りだ。今度ツノツノと会う時が楽しみだな。うん。さあ、引き上げよう。闇を破って発射される麻酔弾、猛然と襲いかかるステゴサウルスの体当たりに悪戦苦闘するボーンフリー。非常事態に迫られたジョージ隊員の決断はいかに。マシンフォーク M14 とは一体いかなる武器なのであろうか。窮地に立たされたボーンフリー号の運命は。次週、恐竜探検隊ボーンフリー、大暴れステゴサウルス。お楽しみに。